めゲームプラン。本日も Wii フットボール2023アプリのゲームプランをご紹介していきたいと思います。今回もウィークリーフォーメーションということで、ベースチームをデンマークに設定すると使用可能なこちらのフォーメーションを使ったゲームプランをご紹介します。ワントップに 2OMF が置ける5バックというこの形、このような特徴を生かしてどんな戦術的仕掛けを作れるかを考えるのが楽しい今週大注目のフォーメーションとなっております。今回はプレッシングでゲームを変えた日本代表ドイツ戦に感化されまして、5バックでハイプレスをやりたくなりました。ということで、当チャンネル目玉ゲームプラン地獄のカウンタープレスアップデートです。今回で5回目となる戦術、地獄のカウンタープレスバージョン 5.0。 とにかくフィールドプレイヤー全員に守備能力を求めてハイプレスの強度を上げていくというのが狙いのこのシリーズ。初回のバージョン 1.0 も5バックによる地獄プレスでしたが、今回は 2OMF が置けるこの形でさらに中央の攻撃性能を高めるようなイメージでやってみました。今回はワールドカップ仕様の強化されたメンツも起用してこのような陣戦でやってみました。それぞれのプレースタイルはこんな感じです。そしてフィールドプレイヤーの守備能力値はこちら。今回はスカッド全体の守備能力値をあえて下げたほぼ全員中盤化スカッドとなっております。守備能力の代わりに得たものというと、こちらのパス供給能力、このような5バックシステムということでミドルサードでのボールダッシュの回数が増えることが予想され、この位置でボールを奪ってディフェンスラインの選手から一気に前線へという超高速カウンターを楽しめる仕様にしてみました。ちなみに試合終盤は地獄プレスを少し緩めて、このように選手交代、準適正ながらこの位置での伊田天、伊東純也、かなり効果的でした。前回メインでご紹介したこの動画が伸び悩んでいますので、まだチェックされていない方はぜひ概要欄より伊東純也メイン使用プランもお楽しみください。さらにこのフォーメーション、ベースチームをスコットランドにすると前線の密度が異なる形を使用できますので、お好みで調整してお使いください。戦術地獄のカウンタープレスバージョン 5.0、 劇的勝利のサムライブルーに感化されてやってみた5バックシステムによる地獄プレスプラン、後ろの枚数を増やしてハイプレスの強度を上げる。今回は守備陣にもパス供給力を求めてミドルサードでのボールダッシュ後の一戦にこだわってやってみました。同チャンネル名物プラン、また新たな地獄プレスをこのゲームプランで思う存分お楽しみください。そしてこの後お送りします珍しく地獄シリーズに生まれたおすすめの攻撃パターン映像もぜひお楽しみください。さあ、それではこのプランのおすすめ攻撃パターンを見ていきましょう。カウンタープレスからのショートカウンターが基本的な攻撃の型となりますが、今回は特にこのディフェンスラインからゴールへの最短ルートの高速カウンターをお楽しみください。ミドルサードでボールを奪う、相手の陣形が整う前に一気に前線へ。もちろんこの理不尽パスが毎回通るわけではありませんが、通ればゴール、これ以上にない有効な攻撃パターンだと思います。シンプルではありますが、この地獄シリーズに珍しい再現性のある攻撃の形ですので、ぜひ意識してやってみてください。そして今回もこの地獄の番人クリュースはクリュースでした。この男、個人的に今作ナンバーワンを争う点取り屋です。もはやこういったシーンはこの地獄シリーズでは見慣れた光景ですが、最前線でのボールダッシュ能力が高すぎます。皆様のお相手さんのトップにこの男を見かけたら十分注意して試合に臨んでください。最近のワールドカップシリーズでこの地獄プランにふさわしい選手たちがたくさん登場してますね。現実でも話題沸騰中のベリンガムはまさしくこのプランにフィットする逸材です。マルコス・ジョレンテも完全上位互換、このシリーズのメンバーとして長く活躍してくれそうです。戦術地獄のカウンタープレスバージョン 5.0、 ドイツ戦のサムライブルーにフットボールにおけるプレッシングの重要さを教えていただきました。新たな5バックの地獄プレス、今回はボールダッシュ後の一戦、ボール直結の理不尽ラストパスを意識してお試しください。本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。引き続き短い時間で一つのアイデアをというコンセプトで動画投稿していきますので、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。